王陽名、王陽名、王陽名、生下八年九月三十日、1472年10月31日、火星七年十一月二十九日、1529年1月9日は、中国の秋代の受学者、思想家、高級官僚、武将、思想家として、朱子学を批判的に継承し、読書の身によって理に到達することはできないとして、 仕事や日常生活の中での実践を通して、心に理を求める実践受学用明学を起こした。一方で武将としても優れ、その功績は、三進むと呼ばれている。意味名は、主人、署名は雲、後主人と改名された、陽明は号で、陽明道、地名に家を建てたことにちなむ。字は白安。生命から大森人とも呼ばれる。文政公と送りなされた。 石膏省商工付与要件現在の寧派使用、養子の出身で、老や王子の王道の三十七代目の子孫と言われる。弟に、王主文、子に、王政則、孫に、宗孫に、王先進がいる。父、1446から1522は、1481年、聖火十七年に過去を、主席の上限で合格した秀才で、 当時の妖明はすでに10歳であった。父は後南京理武将所にいたり、立山公と称せられた。大妖明は、仏教、武芸、史学など、様々な才能にしでいた。青年時代には、尺子上義な弁学にあぐんで武術に熱中し、26歳の時には、偏教問題の解決には、軍略も必要だと考え、自らその任に当たるべく、兵法を治めた。 その一方で儒学を志し、万物に理が備わっているという趣子学の力に言論を学んでいるとき、庭の竹の理を極めると称して、7日7番、竹の前に座り続け、ついに倒れたという逸話が残されている。1499年、工事12年、28歳、3度目の受験で科挙に、合格して管理になったが、儒学の勉強を怠ることはなかった。 三十五歳の時、宦官,官劉金の独断的な政治を批判する上層文を皇帝武装に提出したが入れられず、劉金の恨みを買って、春か平地の奇襲竜城駅の役人に左遷された。彼は、この言葉も風俗も異なる少数民族の住む地に、あって、厳しい自炊生活を送りながら、施策を続け、竜城の大御竜城での大いなる悟りといわれる、進学説、 陽明学を誕生させた。なお、龍城は、現在の起用市の下の州分県に位置する。道県は、面積1076平方キロ、2002年で、人口は29万人。県政府は、龍城鎮にある。やがて、龍金の戦王が、明らかになり、彼が追放されると、王陽明は、県知事に任じられたのを皮切りに、 厚生準部や南京表部証書などの交換を歴任することとなった。ここで三つの軍事的業績を挙げ、厚生、三進むと呼ばれた。一つ目は1516年、聖徳11年から五年かけた厚生、福建南部で相次ぐ地方の農民反乱や貴族の準部、鎮圧である。この地方は地方官がの統制が及びにくく、 様々な紛争や圧力が絶えなかった。その追悼の命を受けた陽明は、商船を徴用して、水路で新軍、民兵を組織して、これらを、ことごとく鎮圧、民政にも、手腕を発揮し治安維持に努めた。二つ目は、その最中の1519年6月に起きた、寧王の乱である。傭明は十五日に、反乱の一報を聞くと、直ちに軍を返し、未だ朝廷から、 追悼命令が出ていないにもかかわらず、基地安府で義兵を組織する。七月十三日に基地安を侵発し、寧イ軍が南京攻略のため不在となっていた敵本拠地南章を吸収、これを落とした。慌てて戻ってきた寧イ軍と軍と四点二五日にわたって、開戦して、これを撃破し、二十六日に首謀者である民の喪失のネイヨ主信号を捉えた。 陽明は、まともな軍事訓練をしていない右号の州を率いて、反乱に向けて準備を進めていた。ネイオウ軍をわずか2ヶ月足らずで鎮圧したことになり、陽明の軍事能力の高さが伺える。8月朝廷は、ネイオウ残党がくすぶっていることを理由に、皇帝申請を企てるが、陽明は無用だと憲白している。陽明は、皇帝が北京を留守にすれば、宿敵たる。 西北国境の異民族に隙をつかれかねず、その経費や労力にかかる民衆への負担が大きすぎると述べ、優秀な戦線指揮官にとどまらない国家の対局、大勢を踏まえた陽明の戦略的思考がわかる。これらの功績により、陽明は1521年、聖徳16年10月に新しく把握に封じられた。三つ目は1527年、火星6年、 後世で反乱が起きると、大陽明に、その討伐の命が下った件である。彼は、辞退したが許されず、病気をして、討伐軍を指揮し、それらを平定し事後処理を進めた。帰還命令が出ない中、独断で帰郷を図ったが、その帰と、病、結核が重くなって、後世南安府大、県、現在の監修次第を県政流鎮の戦中で、死去した。 去年五十八彼は南宋の陸休淵、地、陸昌山の思想を発展させて、自物の理は自分の心を置いてなく、それ以外に自物の理を求めても、自物の理はないという心即理を明らかにした。また、天地に通じる理は、自己の中にある判断力、領地にある、領地を致たす、イコール松村義友の説と主張した。また、 知ととをを切り離しして考えるべきでないという、知行行を主張した。自分の心に理を求めたり、自己の中にある判断力を求めることは、すべての人に可能なことであり、万外の人すべて成人といった。こうして、儒学を広く庶民の学問に押し広げたのである。この陽明学は、江戸時代の日本にも伝えられ、 大塩の乱を起こした元寄り木、大塩平八郎や、倒幕運動をした幕末維新の志士を育て、自らも安政の大国に軽視した長州藩の吉田、松陰らは、陽明学者を自称している。非常に難解とされ、訳されたことがなかった、孔渡るは、南馬孔道康による詳細な訳中で、大陽明全集大五巻、1985年。 明徳出版社全10巻にて刊行。同じ版元で岡田武彦の全集全24巻も、応用名関連の著作が半数以上ある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。